様です。楽屋の鈴さんのゆうこです。あさぎやるよ。そのうちほら来た。どうも楽屋、え、インスタライブ、あ、インスタライブですか。どうも楽屋のゆうこです。そしてなぜこの方が、あ、遊び来てます。楽しかったです。まさきが生き生きしてたよ。元気ですか。結局私、はい、私服で歌っちゃいました。ゲストでした。皆さん、ですね、明日の6時ぐらいに、いろいろこう告知とかもあるんで楽しみにしててください、はい、それから2人の出ましたね。バスケ動画、ね、今日も出ましたね。すごい規模だったね。いやあれは面白いですね。なんか民放のバラエティ番組見てるそう、あのナレーターさんはどこで雇ったの。そうそうすごいね。誰だよ。クオリティがすごいね。すごかったですね、はい、まだあの罰ゲーム編になっちゃうね。そうですね、はい、まだ次ご褒美編も残ってるんで、はい、ぜひ合わせて楽しんでいただけたらと思います。ご褒美編はね、まだあなたが、ま、はい、そうそうそう、私も出てくるしね。そうそうそう、そうですね、はい、それはいつ頃発表でしたっけ。それもまた近々、もうすぐ、はい、近々出ると思うので、うん、これからどんどんいろんな発表もとか、はい、公開が、来るので、はい、してください。楽しみにしててね。黒田さんって来てますよ。ハロー、やっと見れました。今546だった。あら、すごい。初のインスタライブですか。インスタライブ初です。インスタライブいいですよ。なんかあの履歴、このやったやつの歴を残すも消すもできるんだけど、いつも消しちゃうんだよね。だから上に置く。そう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 。ちょこちょこやってる。家から。今日もここ来る前に、ちょっと今から三茶行ってくるわみたいな。それであの来られた方も多分ね。いるかな。後から来られた方。あ、本日ほら二度目ってやる。そう、バレた。わさびかっこいいってよ。ありがとうございます。僕はいつもいい。本当ですか。いやいや、やったらダメ。本当にですか。言わないで。剃ったんだね。あ、ひげ剃ったね。あの昨日の井浜でどうしたんだろうって私何も触れなかった。いや、なんで触れてくれないんだろうなと思って。触れなかったんだ。一切触れなかったね。一月ひげ伸ばしてるのになんか誰も何も触れねえ。そう、あ、なんかランディ目指してんのかなって思って。さっきライブ中にひげあった方がいいとない人つって、ない方が多かったから。興味ないんですよ。そんなことないよ。あるかもしれないね。今日ね、どうでした。こんなこういう小さい箱で久々に歌ったじゃないですか。800すごいね。おい、ゆうこさんどうでした。あのなんか距離が近すぎてすごい楽しかった。ってお客さん何人ぐらい。お客さん80人もいないんじゃないかな、多分。やばくない。近くてびっくりした。しかもステージなくてフラットだったんですよ。あのそうですね、ステージがね、これぐらいでこうやって見てる感じ、ね、そうね。足怪我してる人前にいたから足大丈夫って言った。なんかツイッターで来てましたけど、足怪我 してますけど見に来ます。あ、そうなんだ、うん、ありがとうございます。客席から見る2人の専門桜が新鮮だね。しかも絶対、ま、横後ろから行ってますね。黒田さんがね、私がね一生懸命煽ってたらね、なんかすごいね温かい目で見守ってくれてるのを感じてね。そう、頑張って一人で煽ってるなみたいな。手伝いが頑張って温かい目でね。そうそうそう。いや、黒野さんにも最後声だけでも参加してほしかった。スタッフがあそこでインスタライブ見てる。なんだこの子。すごいっすね。面白い。タイムラグはほぼないのかな。ちょっとある。あ、ちょっとありますね。少しだけ。10秒ぐらいかな。タイムラグが。いやでも本当気軽だし、ずっとこれなんか多分いいねをしてくれてたり。ずっとこれ連打してんだよ。いや本当に世界中からありがとうございます。あ、わさびあれほら中国語で結構いるからさ、挨拶した方がいいよ。うん、大家好吗。大家好吗。你们今年新年过得怎么样。早い早い早い。
そこからいろんな国から見てるんですね。我们是我们是和乐器乐团。そうよくできました。覚えてるね。勉強したもんね。你好。你好，你是住在哪儿啊？台湾呢？台湾呢？でも結構いますね。ふゆえちはお。喋ってる方。だって。あ、台湾から。おお、谢谢。我们还想去台湾呢。腹筋見せてよって。そんな安い。安売りしますね。僕の腹筋そんな安くないです。そう。見れない。今日もバッチリ割り上げてますね。すぐ脱ぎたくせんね、お金タンクトーン。今日はただのアキラだな。アキラです、はい。はい。あ、そうね、1000個やるとバグり出すことがあるんですよ。重くなっちゃった。ラクロさん、あんまり映ってないってごめんなさい。というわけで、あの初めて私のインスタライブに、メンバー登場初です。あ、そうなんだ、はい、気まぐれで、寝る前、顔も出さずに喋ったりとかたまにしてて、やっぱね、もともと好きなんでね、こういうの。なるほど ね、生放送からね、出てるもんね。そうそう、もともと大好きだから、まあ、たまに天気予報とかそうだ。そう、時々やっていきましょうよ、私に。懐かしいさ、天気予報。天気予報やめてください。何の天気予報やるよ。懐かしいよ。だからそのまたぜひこうメンバーってる時に、ね、積極的にやっていきますから、ね。いいですね。あの今結構いるんですよ、フォロワー5万7000人近く、うん、インスタも頑張ってるんで、はい、はい、というわけでまたありがとう。じゃあね、バイバイ、シェシェ、ありがとう。どうやって終わらすんだっけ、あ、こうだ。